ドイットの大都市圏。黄色が、フランクフルト、ラインマイン大都市圏、ラインマイン地方、または、フランクフルト、ラインマイン大都市圏は、国土整備閣僚会議により定義された、ドイツの欧州大都市圏の一つである。ライン側とマイン側の二つの川にちなんで命名された。ヘッセン州南部に位置しており、さらに隣接する、ラインラントプファルツ州やバイエルン州の一部を含む、 この大都市圏の中核を成すのがフランクフルト・ラインマイン中心地域である。大都市圏の人口550万人のうち220万人をフランクフルト・ラインマイン中心地域が占めている。この地方は複数の中心を持つ人口密集地域を形成している。その経済的、政治的重要都市としてはフランクフルト・アムマイン、ビースバーデン、 マインズ、ダルムシュタットである。機能上、あるいは地理的な中心地は、フランクフルトアムマインである。これ以外のこの地方の中心都市には、ルッセルスハイムアムマイン、バートホムブルクフォア、デアヘイエ、オッフ,フェンバッハアムマイン、ハーナウ、アシャフフェンブルク、ディーセン、ディムブルク、アンデアラーン、フルダがある。アイハックフォーラムラインマインに加盟する、商工会は、全経済分野を包含している。 この組織がカバーする以下の広範な領域がフランクフルト、ラインマイン大都市圏に相当する。1、ヘッセン州、2019年12月31日現在、ラインラントップファルツ州、2019年12月31日現在、バイエルン州、2019年12月31日現在、ランディル軍はここに含まれていない。その軍域はフランクフルト、 ラインマイン大都市圏には含まれないが、歴史的には、ラインマイン地方に属している。ベルクシュトラーセグンとボルムス氏は、隣のラインネッカー大都市圏と交差する領域に、あたる。ラインマイン研究の学問分野では、通勤、通学土体の類似性に基づき、この地方の領域を定めた。この地方の中心都市を、ヘッセン州のフランクフルト、ビースバーデン、オフェンバッフ ダルムシュタット、ハーナウ、バイエルン州のアシャフフェンブルク、ラインラントップファルツ州のマインツ都市、これらの都市への通勤、通学動態を研究したのである。この定義によれば、この地方は、人口約490万人、面積約1万千平方キロメートルで、ダルムシュタット行政管区、リムブルクイコールバイルン、バイエルン州のアシャフ,フェンブルク軍及びミルテンベルク軍、 ラインラントプファルツ州のマインツビンゲン軍、ボルムス市、アルツァイボルムス軍が含まれる。アイハックフォーラムを北のアイハック、ギーセンイコールフリートベルク領域にまで広げることは、これらに属する軍からは、上記の中心都市への動態がわずかであることから、研究者の立場からは意味が薄い。欧州連合の統計部門であるユーロスタットは、都市エリアの統一的な概念として、転用可能である。 都市領域 DF 例例語 C フランクフルトアムマインは統計調査のための監査に用いられている。その定義によれば都市領域フランクフルトには以下の自治体が含まれる。この領域に含まれるのは面積4305平方キロメートル、人口260万6836人である。人口45万7233人の 都市領域 CE020C b スバーデン439,845人のデレーニゴシーダルムシタット411,505人のデレイ 37C マインツも大都市圏に含まれる。ヘッセン州議会が2011年3月11日に制定したフランクフルトラインマイン大都市圏に関する法律は競技のフランクフルトアムマイン中心地域を以下のように定義している。 この地域は人口約220万人、面積2500平方キロメートルである。中心地域はエスバーンモーにほぼ該当している。エスバーンモーは西はビースバーデン及びマインズ、東はアシャフ・フェンブルク、北はフリートベルク及びバートナウハイム、南はダルムシュタットに及ぶ。この地域は人口340万人、面積5500平方キロメートルである。 ラインマイン地方の市場範囲は極めて広い。1日あたり約35万人の通勤・通学客がフランクフルト地域に通っており、人によっては職場から住居まで 100km 以上離れていることもある。通勤・通学客の範囲はオーデンバルト全域、南プファルツ、レーン山地、タウヌス山地、ベストバルト、マールブルク、ギーセン、ベッツラー地域、 クアプファルツを含む。このため、ラインマイン交通同盟は、ドイツで3番目に大きな交通同盟である。フランクフルト、ラインマイン大都市圏には、人口3万人以上の都市としては、以下の都市が含まれる。バフムは、フランクフルト、ラインマイン地域連合、ジストクは、シュタルケンブルク地域連合への帰属を示す。フランクフルト国際空港南西ドイツの中央で、 交通の便が良い立地は、早くも19世紀中頃にこの地域の工業化をもたらした。多くの分野の企業が本社を置き、この地域の約180万人の雇用を生み出している。フランクフルト内市街には主要な銀行と投資信託会社が存在する。周辺地域には、その他のサービス業者が創設されており、ここでは自動車産業が重要な役割を担っている。 その多くがヨーロッパ本社やドイツ本社を構えており、研究センターやデザインセンターも多い。建設業や不動産業も地域の荒不加価値の18%を占め、この地域の経済上重要な分野となっている。連邦官庁や保険会社の本社が置かれた学術都市としては、ダルムシュタットやビースバーデンが挙げられる。流通業はフランクフルトアムマイン空港。 アウトバーンモート鉄道網の接続の良さで極めて有利な条件にある。フランクフルトジャンクションとフランクフルト中央駅はそれぞれヨーロッパで最も通行量の多いジャンクションと駅である。ここから数時間でミュンヘン、ハンブルク、ベネルクス諸国、パリ、スイス、オーストリア、チェコ、ポーランド、ベルリンへ行くことができる。この他に長距離列車の重要な駅として マインツ中央駅、フランクフルト南駅、フランクフルト空港遠距離駅がある。フランクフルト空港は世界中から直通便が到着する空港である。ラインマイン地方の社会資本は極めて充実しているとみなされる。この地方の田園的魅力は地方名の由来となった二つの川が作る平地とその境をなす中低山地とのコントラストから生み出される。 ウンターマイン平地は、バーゼルからフランクフルトに至るオーバーライン盆地の北の張り出し部である。ライン、川中流域は、狭い、一部は、峡谷状の谷を形成して、ラインシーファー山地を貫いている。この2つの大きな川のほかにこの地域内では新田川、近地比川、ナーエ川が、さらに地域の外側であるがすぐ北を流れる、ラーアン川も重要である。 5つの中引く産地がこの地方の境界となっている、タウヌス産地、ホーゲルスベルク産地、シュペッサルト産地、オーデンバルト、フンスリック産地である。タウヌス産地の南斜面とオーデンバルトの西斜面は、ドイツで最も気候が穏やかな地域である。ラインガウ、ラインヘッセンのライン川ワサ地域、ウンターフランケンのマイン川流域は、ワインの産地である。 この地方北部のベッテラウにおける農業はドイツで最も収穫効率の高い土壌を利用している。フランクフルト周辺の人口密度が高い地域では空いた土地は農業よりも保養地として利用される。ここでの典型的な風景は果樹園でその収穫はほとんどがフランクフルターアプフェルバインに利用される。現在も続くこの地方の特殊性は歴史の中で一度たりとも ラインマイン地方が一体化したことがないということである。千年以上にわたる少量法の分立は文化的多様性をもたらしたが、その反対に協力や協調を欠いた競合的な大都市圏を形成した。この地域はローマ時代には帝国の国境であった。マインツはマガンシャカムという名のゲルマニアスペリオルの主流であり、リーメスがタウヌス山地の尾根を越え、 ベッテラを横切って帝国国境を守っていた。マインツ郊外にはローマの城塞が数多くあり、ローマ時代の都市ニーダがあった。ビースバーデンは当時すでに重要な温泉地であった。早くも古代後期からマインツは死教座都市となり、中世初期にはフランク王国、後には神聖ローマ帝国の最重要都市の一つとなった。フランク王はフランクフルトや インゲルハイムに王宮を建設した。ロルシュ修道院は土地の寄進などによってドイツで最も力のある勢力の一つとなった。交通の便が良いことからこの地方は交易路で結ばれ、それは王の道という重要な街道となった。中世後期、フランクフルトがこの地方の最重要都市の座をマインツから奪った。フランクフルト、フリートベルク、ベッツラー。 ゲルンハウゼンは自由帝国都市となった。ゲルンハウゼンは、シュタウフェン朝の応急所在地でもあった。マインツ大司教は、帝国省所長官であり、七人の選定校の一人であった。フランクフルトは、その流星にために、重要なメッセ都市となり、皇帝選挙が行われ、後には、大冠式も行われる都市となった。ビースバーデンの現在のヘッセン衆議会議事堂。 かつてのッサウコの上官であった。マインツ大使協領は1803年に廃止されるまでラインマイン地方の西と東の広大な地域を領していた。この両方はウィーン会議の後に分割され、1816年以後は以下の両方に属した。1866年の広島戦争後、ヘッセン大公国とバイエルン王国を除く上記の 地域はすべてプロイセンに並行され、小領域への分割は撤廃された。一方、ヘッセン大公国に属した領域では、フランクフルトの地域とそれに接するハーナー軍が二つに分割されるなど、領域の細分化が進んだ。ラインマイン地方は、19世紀の末頃に地域連携に関する議論が起こったことで初めて、ラインマイン地方という概念が生じ、その固有の歴史が始まった。 当時は現在も残された問題であるが、その境界が未確定であった。1920年代に道路を開き、機能を分散させる地域協力の最初の試みがなされた。その証が当時のフランクフルト上級市長、ルートビヒラントマンの就任直後、1924年に発表されたラインマインシュテッテクランツ計画である。ラントマンは、 フランクフルトを含むラインマイン地方を南西ドイツの中心地であると考えており、いわゆる帝国改革の議論の中で新たな州としてラインフランケンを成立されるフランクフルト計画を発表した。1920年代後期にこの地域が担った重要性はフランクフルト大学地理研究所に固有のラインマイン研究部門が設立されたことにも現れている。 1929年に制作されたラインマインアトラスはドイツの地域地図として最初のものではないのだが、この地域の境界を初めて定義したものとして注目される。その領域は北はカッセル、東はアシャフフェンブルク、西はコブレンツ、南はザールブリュッケンまでを含んでいた。国家社会主義の時代にこの地域は短期間ではあったが、 ガウヘッセンナッサウとして統合された。これが存続した期間は短かったが、ラインマイン地域が初めて政治的に制度化された出来事であった。1945年、ライン地方にイギリス占領地域及びアメリカ占領地域が譲歩して成立したフランス占領地域の境界線が連合国の独断でライン側に設定された。占領政府は、その後、それぞれの占領地に 現在も存続している州を形成した。フランスによる新たなラインラントップファイルツ州の形成によって、ヘッセンからラインヘッセンは切り離され、この地域は行政機構上分断された。バイエルン州部分、フランクフルトのベルゲンエンクハイム区及びマインキンチヒ、軍を除き、ラインマイン地方はヘッセンナスサウ副院主義教会に属している。マインキンチヒ軍とベルゲンエンクハイム区は、 クアヘッセンバルデック福音主義協会に属す。アシャフフェンブルクとミルテンベルクはバイエルン福音ルター派協会に属す。カトリック協会については、この地域は4つの司教区に分割される。マインツ司教区には、旧ヘッセンダルムュタット法博領の市町村が、リムブルク司教区には、旧ナッサウ公領、フランクフルト領及びヘッセンホムブルク博領の市町村が、古田司教領には、 急変戦線抵抗領の市町村が属す。フランクフルト市はこの3つの市教区に分割される。バイエルン州のアシャフフェンブルク周辺はビュルツブルグ市教区に属す。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。